ンテストスピーチレッスン講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はコンテストのスピーチ、そして YouTube、LINE ライブ、インスタライブ、その他もろもろいろんな SNS の発信で自分の声で喋るっていう時に響く声を出す方法を一つお伝えしようと思います。響く声を出すポイントの一つが口を開けるっていうとこなんです。でこう口を開けるっていうとね、この口をこう開けようとする方がいらっしゃるんですが、口というよりも正確に言うと口腔、この歯が中を開けるというそんな感じなんです。でこれね、口を開けて話すって聞くとね、例えばエントリーナンバー1番吉原亜美ですっていうやつをエントリーナンバー1番吉原亜美ですみたいな形で、もうとにかく口を大きく開けて話そうとする方がいらっしゃるんです。でこれはね、舞台でやるとやっぱりちょっとおかしいよねでそうじゃなく口の中を開くイメージなんです。でどう違うかっていうのを今からやってみるので、耳を澄ませてボリューム最大にして聞いていただくといいと思います。まず口の中が開いていないバージョンからいきます。口の中が開いてないバージョン、エントリーナンバー1番吉原亜美です。エントリーナンバー1番吉原亜美です。これ口が開いていないバージョンです。でもう一つがさっきの口だけ開けてるバージョンいきます。エントリーナンバー1番吉原亜美です。エントリーナンバー1番吉原亜美です。この2つどっちもここが喉がギュッと縮まってしまってて声がベチャッとしてるようなそんな感じなんですね。で3つ目のおすすめしたい口の中を開くというやつがいきますね。エントリーナンバー1番吉原亜美です。エントリーナンバー1番吉原亜美です。わかります？声が響いてこう深さが出てくるというそんな感じなんです。もう一個例題やってみますね。ボリュームそのまんまで聞いてみてください。まず口が開いていないバージョン、世界へ発信していきます、世界へ発信していきます。口をものすごい開けてるバージョン、世界へ発信していきます、世界へ発信していきます。で口の中を開いてるバージョン、世界へ発信していきます、世界へ発信していきます。違いあるの分かります？でこのね、じゃあ口の中をどうやって開いたらいいのっていうと、あくびするんです。であくびするとき、うーんって開けると、あーってかから中が開くと思うんですね。あくびするときってこう空気をガーッと吸い込んで口の中がパカッて開くんです。あくびするときにってする人もいないと思うし、まあ、いるかもしれんな。あと口をものすごい開けてはーってする人もいないと思います。普通にあくびを真似てみてください。はーあーあーあー、わかります？まず息吸いますよね。その時に口の中がブワーッと開くイメージ、そしてそのまま開いた状態であーって発生する。あーあーあー、もう一回いきます。息をあくびのように吸う、開きました。開いた状態のままあーって言う。あーあーあー、できたかな。これだけなんです、ポイントって。なので響く声を出したいと思ったら口の中を開くっていうことを意識してあくびをやってみる、そしてあくびした状態の口のままで声を出してみるっていうことを練習してみてください。